文字英院大統領の国政遂行支持率が2週連続でダウンし、46%台に下落した。世論調査専門機関、リアルメーターが TBS の依頼で去る19から21日の3日間、19歳以上の有権者1507人を対象に実施し、2日に発表した8月第3週目の結果によると、 文大統領の120週目国政遂行支持率は前週に比べて2.7ポイントダウンの46.7%と集計された。国政遂行がうまくできていないとする否定評価は前週に比べて2.9ポイントアップの49.2%と調査された。否定評価が肯定評価を上回ったのは、6月第3週の週間集計以降、 九週間ぶり。なお、わからない、未回答は0.2ポイントダウンの4.1%だった。